三重県阿護郡の範囲阿護郡は三重県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は島市の一部にあたる。養老3年に島郡から分かれ、助芸郡と呼ばれていたが、天平17年に平城系から出土した木管に初めて阿護郡の名前が登場する。当初の軍域は渡来郡南伊勢町、大気町の一部。 北室郡紀北町、尾安瀬市を含んでいたが、天正十年、紀伊新宮城主の堀内自然と伊勢国市の北畑、信夫により、現在の島市南部を残し、二坂峠を境に、西が、木国室郡、東が、伊勢国渡来郡に編入された。この辺りは、海産物の産地で、平安時代には、伊勢神宮の御厨アがあった。ここで作られたのしアワを腰と呼ばれる。 伊勢神宮への旅行を補佐する人たちが、縁起物として配ったものが、一般に配る、のしあわびの始まりである。21、うかた村22、たてがみ村23、こうが村24、さんわ村25、なきり村26、ふなこし村27、かただ村28、ふせた村29、わぐ村30、こしが村31、ござ村32、はまじま村。ありがとうございます。